まあメーカーさんとしたら数は売れないでしょうけど確実に売れるっていうね、あの、まあ、ただトモリさんのところはあのホンダの N 版がベースじゃないから N 版ベースで作らなきゃいけないかもしれませんねそうですね、 N 版もああいう副車両系があればね、あ、副車両系はないんですね、多分 N 版はなかったと思います。あ、私ちょっとねお電話でも話しましたけど、あの滑り降りるスロープがなんて上手に作ったのかと最初思ったんですね。これは大変なことだな、ここまで作るのがあったら、だから最初からそういうのがあった。エブリーもまだ新車でそのまま鈴木から買えるんで、 あれはいくらかはやっぱり金額が高いですか。そうですね、ちょっとあの高いんですけど、ただやっぱりあの普段乗りの時はちゃんと4人乗車できる、乗れますよね、はい、うん、だから必要ない時はゴトゴンポールしてベッドはポールしちゃえば4人乗りの普通の軽バンとしては使えます。そこが一つミソですよね。そうですね、うん、やっぱり4人乗れるっていうところが、ね、はい、そうすると車1台しか持てない人は両方に使えますもんね。そうですね、うん、やっぱりこれからやっぱりちょっと若い人たちがあんまり車に、まあ、興味ないわけじゃないだろうけど、そのうまく上手に使うってことからすると非常にコストパフォーマンス高いですよね。なんかいいバイクとの組み合わせ方っていうのがなんかね、今までだとトライアル車だとか何とか後ろに入れるとか何とかそういうことですけど、ああいう感じの、まあ、副車両を使ってああいうふうにこうなんか遊びに2人で行けるっていうところですよね、はい、そうです、うん、だからまあ今までのビーチカーっていうのは、まあ、とりあえずどっちかっていうとお金持ちのなんかねリゾートでお遊びみたいなところがあったと思うんですけど、今回のは、まあ、下手したら、まあまあちょっとそのバイクが高いっていうのがあれですけど、うん、でもまあ全体でしたらそんなにすごいお金にはならないですよね、はいはい、まあ今電動のちっちゃいあの移動の原付とかもねありますから、そういうのうまく積み込みができれば、うん、ああいう作り方できる。なかなか電動でこうおしゃれなデザインだとかがないんですよね。あ、そう、まあ、もうちょっと待ってもうちょっと待って出ますからね。なんかもうなんか安いって言われちゃうからあれしょうがないんですかね。おしゃれなやつはないですねあんまり。そうですね、うん、まあ今年はまた一つそのまあ友利社長のところは新しいコンセプトを作られたと思うんですけど、まあ毎年毎年やっぱりあのお客さんからね期待されると思うんですよね。今年は何が出るんだろう、今年は何が出るんだろう。でもうすでにもう来年のことも考えてらっしゃるのかもしれませんし。多少は考えてますけども実現するかどうかはまた別の話で。あでも今このずらっとこの並んでるところを見ますと、やっぱりあの日本でしかない、まあ、経営なんですけど、これなんかもったいないような気がしますね。そうですね、僕も、バブルの世代なんでやっぱり軽自動車って昔乗りたいとも思わなかったし、そんなにいい車とは思ってなかったんですけども、まあ、今あれから何十年も経って車時代の性能も良くなってますし作りも非常に良くなってますけども、もともとうち会社としてスタートしたのが北米に軽バン軽トラを輸出する会社からスタートしてまして、でそれまで僕もどっちかというと輸入車に乗っていることが多かったので、きちんとこの軽トラ軽バンに向き合ったことがなかったんです。ああ、はいはい。で仕事として始めた時にアメリカの人たちが、いや日本の軽バン軽トラこんなに素晴らしいんだって逆に彼らから教えてもらって、でその良さに気づいたってところがありますね。うん、まあ軽だってね、じゃあ大きなあのハイエースなんかと比べて部品点数が少ないわけじゃないですもんね。でも日本はそれを、まあ、非常にまあ努力をしてコストを下げて、まあ、今高い箱が300万するそうですから、ちょっともう安くなくなっちゃったんでしょうけど、でもあのバンっていうねジャンルが意外と比較的格安なので、あれを上手に使うってことだと思うんですけどね。まあ、トモリさんちょっとなかなか、まあ、スプリングから始まって、いろいろその、まあ発展系がいっぱいできてきてますのでね、まだまだちょっと私の方とすれば二輪と四輪両方やってますんで、あの組み合わせ方っていうのはこれから多分非常に私はねあれあのその元コンポの値段さえ合えば下手したらあんなのはでも作らないことはないですよね、はい、うん、でも当時メーカーがあれを作ったっていうのはね、そうですね、はい、すごいと思います。メーカーさんはね、メーカーはあんなの
あれですよね、モンキー50万とかじゃなくてですね20万ぐらいで作ってもらいたいですよね。でもどうでしょうか、やっぱり結構問い合わせも多かったでしょうし、そうね、やってみたいって人も ね、いらっしゃるでしょうから、なんかバイクの方が結構人気だったという。ああ、そうですね、もうオートサロンでも出したまま展示してたんですけども、車の方に目がいかないで、もうこっちのモトコンポばっかり注目されちゃってましたけども、まあでもそれだけ関心があるってことは、まあ、こういう遊び方の提案も間違ってなかったのかなと思いましたね。キャンプもあれですよね、セッティングしてからどっかにちょっと買い物に行くとか、よくアメリカなんかじゃね、大きなキャンピングカーの後ろにもう一台つけてますもんね、バイクつけたり。日本じゃちょっとあれ無理だから、まあせめてあれをやればね、いいですよね。買い物行ったり、その宿泊してるところの周辺行くとかね、やっぱりキャンピングカーだとキャンピングカーだけで終わっちゃいますもんね、街とのつながりとかがなくなっちゃいますもんね。僕もやっぱバイク好きなんで、行った先でこう風を感じられる。ああ、いいですね。いやー、ぜひですね、今年景気にですね、2&4 でですね、なんかあっていうようなものをね、ぜひまた来年もやっていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。